バイソンが目覚めて金庫を調べたらびっくりするですよ。番号は129です。オルゴールを手に入れたです。みんな飛び乗って列車に追いつかなきゃ。よし、いいぞ、マーレー。マーラー、キャプテン、マーレーの力に限界はないのさ。出番です。スレイ、列車に飛び乗りクロックベルクのタンクを盗むです。ジーン・バイソンご自慢のアイアンホース、どうやらクロックベルクのタービンとタンクが乗っかっているらしい。いただくとしようぜ。ものすごいスピードで走っているです。よそ見して落ちないでくださいですよ。ああ、行ってくるぜ、ベントレー。様には誰も追いつけまい。クロックベルクタンクは安全さ。それよりも俺様のアイアンホースでちょろちょろしているネズミに会ってみたいもんだ。会ってどんな風に挨拶してやろうかと思っただけでも体が熱くなってくるぜ。クロッパみじんに切り刻んでやる。やっぱりいると思ったわ。いつもパーツのそばをうろちょろしているのね。ああ、あなたみたいなレディーに会えるからね。興奮したいだけならアイアンホースの屋根にでも登る。ハートがドキドキすること受け合い。それとも私の新しい乗り物を試す。いいよナイラ、遠慮しておくよ。あら、どうしたのプードルちゃん。私が怖いのかしら。それともお友達に助けに来てもらう。ベントレー、ナイラに捕まっちまった。サポートを頼む。RC ヘリをそちらに向かわせたです。ナイラはびっくりするですよ。さあ、クーパー。何？どうなったの？邪魔しないで。ハエみたいに片付けてやる。いたしまして、プードルちゃん。シュライ、早くクロックベルクタンク取ってくるよ。このトロッコもうすぐ壊れそうだよ。
なんだってね。ジーン・バイソンめ、タンクがボルトで固定してある。エンジンを壊すしかなさそうだ。それではこういたしましょう。列車の煙突からうまく爆弾を送り込んで仕掛けるです。あとはどこかに隠れてくださいです。慌てないで、そのクロックベルクのパーツは私のものよ。俺たちは不可能だと思われたことをやってのけた。ジーン・バイソンの全てのアイアンホースに忍び込み、3つもだクロックベルクのパーツを盗み出した。しかもそのついでに北アメリカでのスパイスの取引もやめさせた。言うまでもなく俺たちは自分たちのしたことに満足していた。カルマリータにはかわいそうだったが、罠にはめられた警部は仲間から逃げ回る羽目になったんだ。だが俺もだんだん気の毒になってきた。もし組織がカルマリータの代わりに誰かを選んだら。でも俺を追いかけるのは彼女一人で十分。彼女がいるから仕事が面白い。遅かれ早かれ彼女の疑いを晴らそう。俺が捕まらなくても済む方法で。